きさんハートありがとう。山さんハートありがとう。まけまけまけさん音符ありがとう。あ、おすれっぽいもちさんハートありがとう。かねっちさんきのこありがとう。つーさんかわいいありがとう。ミックさんハートありがとう。エイチパパさんハートありがとう。中田さんキノコありがとう。忘れっぽいもちさんハートありがとう。館長さんハートありがとう。まきまきまきさんだるまありがとう。大木まさよしさんだるまありがとう。ぼっち2号さんキノコありがとう。かずひこさんハートありがとう。けいたさんハートありがとう。たらおさんキノコありがとう。かんちゃんさんキノコありがとう。おじまるさんペンライトありがとう。なかちゃんハートありがとう。そう、今日はラジオでした。トイさんハートありがとう。タンダカタンさんハートありがとう。かわいいありがとう。そう、キャンディアップル行ったの。ヒサさんハートありがとう。ホタテさんキノコありがとう。ミキオ先生キノコありがとう。チリパー収録お疲れ様ありがとう。今日はか、カズくん結婚してありがとう。やだけど帰っとくね。うだうだいうだいくんハートありがとう。うだあ、えかいいか、いいか。むきお先生きのこありがとう。あおさんだるまありがとう。うだいくんハートありがとう。りんご飴美味しかった。めっちゃ並んでる。まあ可愛いし見た目も。おろちさん結婚してありがとう。嫌だけど帰っとくね。かむかむさん可愛いありがとう。そう、キャンディアップル1階のいつも混んでるとこ。そう、そこ。ヤマピーかわいいありがとう。フレッシュイチゴになりたいのはさん花ありがとう。こんちりしてきた。ヌヌスクさんハートありがとう。アテヨシさん結婚してありがとう。嫌だけど考えとくね。アキラさんキノコありがとう。そう、おいしい。コボレクラさんキノコありがとう。ビンタロウさんハートありがとう。携帯の機種わかんない。もう忘れちゃった。自分が何なのか、 iPhone 何なのか。ラスビナーレさんお疲れありがとう。ゆうかちゃんが好きな、一番好きな中華料理はクラゲにしよう。クラゲ。とんちゃんかわいいありがとう。なべっちさん結婚してありがとう。やだけど考えとくね。やすべさん結婚してありがとう。やだけど考えとくね。ぬぬすくさんきのこありがとう。福ちゃんさんリモスターありがとう。チャッピーさんハートありがとう。10月21日の3部に集中します。ありがとう。ゆうかじゃない。くるくるの真剣なメール見てくれたみんな。チャッピーハートありがとう。ネギシンさんきのこありがとう。奈良先生さんハートありがとう。つかさん結婚してありがとう。やだけど考えとくね。 iPhone15 高すぎ高すぎ。ぐうしずきさんきのこありがとう。おろちさん花ありがとう。手書きの文字いい、嬉しい。やっぱね、手書き、お話し会の手書きの宣伝のあれと言ったらくるくるだと思うのでくるくるだと思うっていうか、くるくる発祥なので嬉しい。
あ、設定とか見たら分かる。設定見よう、後で。スマホケース変えたい。ゆきさん、きのこ、ありがとう。伊藤前さん、グー、ありがとう。ガシビダーネさん、ハート、ありがとう。ジャバパングさん、ハート、ありがとう。何歳からスマホ持った？でも中2まで iPad だったから、中3ぐらいな気がする。中3。設定の一般の情報 OK。 くるくる結構スマホにも疎い。iPhone15 買うか、くるくるの話喧嘩か、くるくる一択。あ、クールビューティーありがとう。あ、なんかあるよね、顔の系統。クールビューティーとかなんかいろいろあるよね。発祥、そうだよ、くるくるが始めた物語。あの手書き、わかんないけど、他のアイドルさんがやってたとかわかんないけど、あんま見なかったからやった。ジローさん、かわいい、ありがとう。きのこさん、きのこ、ありがとう。ね、これかわいいよね、色味もかわいい。ちびどさん、かわいい、ありがとう。はまちゃんまんさん、花、ありがとう。そうね、 iPhone15 シリーズ発表されたよね。えのりんさん、ハート、ありがとう。 iPhone15 諦めた。そうなんよね、なんかさ、高くてさ、そう、スマホ遠いよね、わかる。あきぴさん、きのこ、ありがとう。確かに衣装みたい。ソーダさん、ハート、ありがとう。 AKB さんみたいでかわいい。タナベチさん、めっちゃかわいい、ありがとう。あ、アンドロイド、でも差がわかんない、アンドロイドと iPhone の。リュウヤ、ハート、ありがとう。タナベチさん、めっちゃかわいい、ありがとう。スマホケース作れるサイトあるの？ TUP? すごい。カワイス、マシマシ？ありがとう。おじゃまるさん、ペンライト、ありがとう。確かに iPhone15 すごい進化あったんかな、くるくるみたいに。 iPhone15 のお値段0が1個多い。やばいやん、やばいやん。マクフライさん、ハート、ありがとう。ジョアパングさん、花、ありがとう。アンドロイド使ったことない。確かにバッテリーの持ちがね、長い間使ってくると、確かにモミジみたい。確かに。松坂さん、かわいい、ありがとう。尊いも、ありがとう。あ、外カメの性能が高くなってる。外カメか、まあ、外カメ写真撮ること結構あるか。ピーレシーなんとかさん、花、ありがとう。おじさんぼマスターさん、かわいい、ありがとう。ナナニさん、かわいい、ありがとう。コウジさん、ハート、ありがとう。武装に足る言葉などないさん、ハート、ありがとう。トンチャさん、かわいい、ありがとう。ね、iPhone。 エノリン、花、ありがとう。カワサトールさん、ハート、ありがとう。
ね、やばい、コメントが追いつかない。あ、 iPhone の方がアプリが豊富。あ、なるほどね。コウさん寄稿してありがとう。やだ、書いとくね。ツナマヨポンさん、かわいい、ありがとう。お疲れと、ありがとう、もありがとう。よっちさん、ハート、ありがとう。くるくると iPhone15 と違いけてる。いや、くるくるでしょ、くるくるでしょ。あ、皆さん、ハート、ありがとう。やばい、眠たすぎる。半日でバッテリーなくなる。くるくるも、くるくるも、フォルダ上がりさん、結婚してありがとう。やだけど書いとくね。つなまよぽんさん、ハート、ありがとう。フォルダ上がりさん、ハート、ありがとう。もう疲れた。人生に眠すぎる。iPad 買った時30万くらいした。高い、くるくる。小さい iPad でなんか12万くらいだったけど、なんかいろいろさ、ペンとかさ、カバーとかつけ始めたら高くなっていく、どんどんなんか増えていくよね。 OKP さん、かわいい、ありがとう。スマホ画面がバケバケになるまで買い替えない。くるくる、バケバケにならないかも。なんか落としてもなんか割れないの最近。すごい、ウォッカさん、ハート、ありがとう。すごい、確かに12万でも高い。確かにそれはそう。iPad mini、 iPad mini、 ときもつゆさん、似合う、ありがとう。なんか落としても割れない人、くるくる。あれが強いんかな、か、なんだっけ、このシート、あ、運か。やばい、英単語ばっかりで全然わかんない。あ、顔チクってキュンとしました。本当、もう眠すぎてさ、もう目が今にもつむってしまいそう。あ、落とし方が綺麗タイプかも。落としても割れない。日頃のお金良すぎ。あ、それはあるかも。日頃のお金はあるかも。でもマジでこのスマホにしてもう10回ぐらい落としてるけど1回も割れてない。あ、iPad でコメント見る。確かにそれは大事かも。大きいのにしました。それ大事かも。いや、ゾウが踏んだすが割れそう。割れそう。中村さん、お疲れ、ありがとう。
3日で12曲何の話だろう。3日で12曲何のあれだろう。でも3日で12曲はもうほぼ無理に等しいと。ね、二重幅広い。でも二重幅広い方が可愛い。りゅうちゃん、きのこ、ありがとう。スマホの保護ガラスよく割れる。え、くるくる保護ガラスも割れない。すごくない？天才かも。ゆきさん、きのこ、ありがとう。山さん、お疲れ、ありがとう。そう、アイシャドウ今日めっちゃピンクになった。なんか特に顔を使わないお仕事の日はなんかメイクの練習しようと思っていろいろ試したらメイクが濃くなる。チップさん、きのこ、ありがとう。ヨースさん、かわいい、ありがとう。ポスゼロロさん、花、ありがとう。ジャージャーさん、キノコ、ありがとう。アンドロイド全くわかんないかも。ちびぞうさん、キノコ、ありがとう。アイテープ使ったことない。綺麗になった？嬉しい。でも今日メイク濃い気がする。りゅうやハート、ありがとう。あかえるサンタさん、眠ました、ありがとう。はじりこさん、ハート、ありがとう。そう、眠そう。肌ツルツル、嬉しい。たつばらさん、眠ました、ありがとう。うん、白目になった一瞬。すごい目の動きが怖い。ともともさん、ハート、ありがとう。公演の表現力すごく良くなりました。え、嬉しい。 Thank you。眠りそうだった。いや、もう本当に眠りそう。眠りそう。トマトマさん、ハート、ありがとう。ツーショットの時に携帯クルクじゃない時入ってたらやばいよ、修羅場。マッキーさん、ライト、ありがとう。リンガーメンのピュアココア美味しかった。ピュアココア。キュエルさん、ハート、ありがとう。シンさん、だるま、ありがとう。僕たのレッスン全くわかんない。キュエルさん、ハート、ありがとう。ヤマさん、ハート、ありがとう。くるくるだよ。トマトマハート、ありがとう。ここ1年で表情すごく変わったって。え、どうなんだろう。
表情か。ファンの方は良くなったって言ってくれるけど、スタッフさんとかには言われないかな。クルクルもスマホケースにチェキ入ってるわ。そういえばゆきさんお疲れありがとう。クレンパさんタコありがとう。15日のオープニングアクトと22日花だれ、あ嬉しい、楽しみ。そうよ、22もあるんよ、楽しみ。トムトムハートありがとう。メール見てた？嬉しい、見てね見てね見てね。グリーンさんタコありがとう。自覚はないかも、表情かも、表情大人っぽく可愛くなったと思う。嬉しい、優しい。なんかまだまだって言われるよ、ダメだねって。勉強はねしてる。伊藤前さんハートありがとう。あスマホリング、あアイフェイス聞くわよく。そうスマホリングくるくる今めっちゃちょっと気になってるけど迷ってる。19休めとれたからまた探してね。ありがとう、待ってるね。ピロリンお疲れありがとう。欲しいスマホリングとかはないかも。でも探す、なんかめっちゃ探すかも、もしスマホリング買うってなったら。好みを、確かにスタンドンできるのいいよね。振り覚えの時とかにいいって誰かが言ってたわ。 H さん結婚してありがとう。やだけど帰っとくね。あ少し邪魔みたいな感じだった。いろんな人いる、まあ、確かに今いろんな意見があるか。確かにくるくる手がちっちゃいからな、手がちっちゃいから。昨日19時寝落ちして1時に起きた。 AM ってどっちだっけ、 AM、PM、深夜の1時か。そのまま寝る？寝た？あ、厚みも増える。まあ、確かに確かに。指通すのめんどくなって。まあ、確かにそうか。結局は。まあ、確かにな。そもそもくるくるあんまスマホ落とさないから。赤ちゃんの、そう私ちっちゃいの本当に。お足がちょっと痛い、昨日のクルクルやん、昨日のクルクルやん。え午前1時ってどっちだっけ。あ午後1時が13時だから深夜の1時か。皆さんレインボースターありがとう。スマホストラップ買うか半年くらい悩んでる。えくるくるもさ、なんかさ
その私もそれくるくるも今身の回りの全てのことを変えたい気分で、なんか LINE のアイコンとかスマホの壁紙とかスマホケースとか、さすがにスマホ変えるのはちょっとお金があれだからあれなんだけど、とかもう全部変えたい気分でっていうのが 1,2 ヶ月続いてる。結局変えれてないけどめっちゃと変えたい。なんか同じ毎日に飽きちゃって、スマホ首からブランブラ下げてる人多いかも、確かに多いかも。あ、タレコ見た、ありがとう、嬉しい。マルヒロさん、キノコありがとう。でもキノコ占いだっけ、椎茸占いか、椎茸占いでなんか天秤座でなんか身の回りのことを全てリセットしたくなるみたいな書かれてて、うわ当たってると思った。なんか何もかも変えたくなるみたいな、確かにって。そう、刺激求めてる、そうなの。大人の階段登る、うーん、身の回り、え、化粧品一気に変えた。え、そう、化粧品もくるくるもちょっと変えたの。一緒やん。ラジオに全集中してしまった脳みそ、フル回転させたから。でも今までに比べたら結構話した方かも。チーパのりしおさん、キノコありがとう。次のくるくるの試練いつくらい、今かも。でも言うて今なんかこの10枚目期間かな、試練、試練や。あとちょっとモチベがないから、モチベを見つけたいかも。モチベなんかどうしようかなって今なってる。え、そちりぱ聞いてほしい、ぜひ。9月20日台だった気がするMC 頑張った成果、どうだろう、出てるといいけど、でも佐竹さんの回すのがうまいから、もうくるくるが気にしなくても、なんかもう喋るだけでもうこう
いいからちょっと安心してできたのあるかも。セクシークルクル目指してるのは刺激が欲しいからそうかもしれん。あ、美人さんありがとう。え、これね3000人じゃないよ、3000人じゃないよ、これは人数じゃないんですよ。なんかなんだっけな、あ、そうそうそう、盛り上がり度みたいなやつですね。ね、僕隊ね、まだ情報出てないけどいつなんだろう。いつからなんだろう。22日の花で公園から帰ってからチリパをありがとう。確かにそうか、チリパチリパチリパ。エマさんハートありがとう。え、レイダウン楽しみ、レイダウン楽しみ。あ、世界一好きです、ありがとう。ユニットドラマ似合いそう、本当。でもどれもしてみたいかも、どれもしてみたいかも。オノピーさんキノコありがとう。僕の太陽いいよね、なんかイントロとかアウトロとか聞いてたらなんか涙出そうになる。めっちゃなんかいい音いいリズム。太陽見に来てほしいな。まあその前に初日出られるように頑張らなきゃだけど。オノピーさん尊い、結婚してありがとう。やだけど考えとくね。清水原さんのオマージュに来た、やばい。キノコさんキノコありがとう。アルファさんハートありがとう。なんかレイダウン先輩の話聞いてたらさ、一人でなんか一番ワンコーラス一人でフリーでなんかやらないといけないとか聞いて怖いんだけども、なんか一人で時間埋めないといけないみたいな。くるくるの通称取るか迷ってる。え、待ってる、来てほしい、来てほしいです。くるくる待ってる。福ちゃんさんいいねありがとう。今モチベ結構なくなってるかも、なくなってるかも。あ、でもなんかあるっちゃある。福ちゃんさんファイトありがとう。クレーパーさんタコありがとう。日暮らしに会いそう、嬉しいかも、嬉しいかも。8人、そう8人女子、確かにひまわりもいいよね。いやで、ちょっと期待に胸を躍らす前に、初日にまず選ばれないと意味がないので、はあ、頑張ります、頑張ります。燃え尽き症候群ではないと思うけど、わかんない。あ、ディフェンスのセンター希望。あ、ディフェンスいいよね、ディフェンス確かに。関東秋フェス行きたいよ、呼んでもらえるように頑張ります頑張ります。
ツショットあんまり好きじゃなかったけど、くるくる来てほしいって言うからリアルな日毎日1枚ずつ申し込んだ。ありがとう、嬉しい嬉しい。お話し会日程的に日曜しか無理だから来年、来年でも嬉しいよ。少しでも会いに来てくれるだけで嬉しいので、迷ってる方はぜひ待っています。確かに、なんか普通に確かに来年あるのか、来年の予定とかさみんなわかんないよね。星出ローサさんハートありがとう。そう、初日超絶狭きもん、まあ、確かに常にモチベ高く保つのは難しい。確かにオフあるのいいかも、ね、ありかも、ありっていうか、ちゃんとするときはちゃんとするみたいな。確かに、髪がトゥルトゥルしてる。初日メンバー何基準？パフォーマンス基準？あのダンス歌表情すべてのですね。21日たくさんポーズ考える、ありがとう、待ってる。優勝ありがとう。年内にくるくる見に来てほしい。赤髪切り嬉しい。プロスポーツ選手のモチベをうまくコントロールしてる。あ、そうなんだ。でもやっぱそうよね、むずいよね、ずっと保つってのは。いい感じにコントロールしていく。お、僕はくるくる笑顔になってるのがモチベ。いいこと言う。広島の直接に応募したけど当たるかな。くるくるから当たるようにパワー送って。パワーパワー待ってるね。ありがとう、応募してくれて嬉しい。本当に嬉しいです。みのさん、花、あ、花じゃない、手紙ありがとう。初日面ルーレットで決められたら私もう切れそう。仕事のモチベ常にない。え、まあそんなもんよね、マジで。はあ、まだ応募したことないから応募しようか迷ってる。待ってる、待っている。0093ハートありがとう。チェッカーズやばい、チェッカーズです。いい曲。私切れたら喋らないかもしれない。切れるっていうか怒ったら喋らない。なんか一人になりたい、一人になりたい時、あ、違う、怒ったらその人に迷惑かけるの嫌だから喋らなくなる。喋らなくなるんじゃなくて一人になる、もうその場から離れて。くるくるの剣を爆買いするモチベさせる魔法をかけて、でも申し訳ない、めっちゃ申し訳ないっていう気持ちもあるけど、待ってる待ってる。そうだね、とりあえず19のチャットにも楽しみに
楽しみに。山さんハートありがとう。はるらさんハートありがとう。誰ももありがとう。一人になってぬいぐるみパンチしないあ、そえでもくるくるはどっちかと言われたら、あの音楽聴く、音一人になってイヤホンして音楽聴くかも。音楽聴いたら落ち着く、落ち着くっていうかテンション上がる、落ち着く通り越して。アルファさんハートありがとう。ワイリングルさんかわいいありがとう。アルファさんだるまありがとう。そうねねちゃんみたいに星の絵文字の方ハートありがとう。あれこの絵文字あれ、あ違うか。きなごんだるまありがとう。これを聞くと落ち着くって曲、もうそれもその時の気分かも。りゅうやきなこありがとう。だいたいバンドのバンドの方の聞くかも。バンドそう、音楽超大事。くるくる人生ひなごんハートありがとう。怒りはこっそりと X にパスウケる。確かに、まあ一つのね、なんだっけ、ストレス発散手段にはなるよね。まあそれぞれだよね、言ったらそれは。でもくるくるカラオケ最近行けてないから行きたいんだよね、カラオケ。ゆうゆうさんハートありがとう。ぶーちゃんハートありがとう。ゆうゆうさんファイトありがとう。お、乃木坂さんのおばあちゃんがアラーム。チュン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 、あ、違うわ。チュン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 、まさひろさんかわいいありがとう。あ、好きな曲目覚ましにすると嫌いになるかよくない。え、くるくるもそういうタイプ。時期好きな曲目覚ましにしない。一回昔好きな曲目覚ましにしてて、その曲が嫌いになったからちょっとやめた。え、変わらないもの聞くと落ち着きすぎて会社から帰りたくない。あ、逆に、え、変わらないものいいよね。変わらないもの探していた、あの日の君を忘れはしない。時を超えてく、僕は今すぐ君に会いたい。ひなごん花ありがとう。え、嫌いになるの？飽きるとかじゃなくマジ嫌いになる。なんか普通に朝が好きじゃないから、そもそもそれで嫌いになっちゃう。あ、ここ下からのライトいいな。強運の坪井祐介さんハートありがとう。変わらないもの帰り道ふざけて歩いた。これも桃子さんの真似したもん私、歌い方。わけもなく君を怒らせた、復
福士さんかわいい、ありがとう。オノピーさんかわいい、ありがとう。ヤマさんパチパチ、ありがとう。いろんな君の顔を見たかったんだ、大きな瞳が泣きそうな子。すれ違う人の中で、ヤマさんキノコありがとう。あ、いろんなヤマさん、ヤマさんハートありがとう。朝は機嫌プンプン、そう朝はねちょっともうくるくる向いてない。くあ部屋がつる、くるくるの手書きの手書きのお話し会のなんだっけ、頭が動かない、手書きのお話し会の告知です。くるくるフォント、え、いいよね自分で言っちゃう。リアルのおすすめは10月21日の3時間目と2時間目のツーショットです。こっちか。オンラインは11月4日の1時間目です。おすすめです。福ちゃんさんファイトありがとう。あ、真剣な話は明日しよう。オノピーさんハートありがとう。今日はもうちょっと眠すぎて頭が動かないのでちょっと明日にします。それではスクショタイム、お話しか読めるのか怖い？そんなつもりなかった。ヌーポさんかわいい、ありがとう。今度から配信前翼授かろうかな翼授かろうと。向山三郎さんハートありがとう。 OKP さん、魔法瓶、魔法瓶ありがとう。ほんまやばいわ、夜なのにくるくる、夜好きなのに。けいちゃんくまありがとう。それでは壇上読みたいと思います。おばと月見と二人やるせない。13位みきお先生ありがとう。12位キュエルさんありがとう。11位竹まつるさんありがとう。10位オロチさんありがとう。9位中村さんありがとう。8位つなもよさんありがとう。7位福ちゃんさんありがとう。6位たつばらさんありがとう。5位オノピーさんありがとう。4位クルリンパさんありがとう。3位ミノさんありがとう。
2位山さんありがとう。そして1位はドゥルル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 明日も元気に頑張りましょう。あ、そして夜配信はちょっと大切な話をしようかなみたいな風に思っています。それではおやすみ。